ぐぬぬー。やりおる。今回は AC 同士のタイマンバトルからスタート。マリサもいますよ。今回の依頼はアーキバス系列、シュナイダー社から、敵対するベイラム系列、ダーフォンのテスター AC を破壊しろっていないよ。これがガンオンで鍛えたバズーカクJ。バズーカ系は一撃の攻撃力に加えて衝撃力も高いんで、当てれば敵をスタッガー状態にさせやすいのが長所。着弾爆風でのヒットも狙えるんで、格闘と組み合わせやすい射撃よね。ただバズ系は動きの速い相手だと当てにくいし、隙もあるんで癖はありますね。その分今回はシールドも装備してきてるんで、攻撃後の隙はこいつでカバー。実質ガンオン2。ガンオン新作はフロムに発注してくれば、んなフロムが断るやろ。ですよね。ともかくダーフォンの試作 AC の体力も極薄ミリなんで、わしが陰狼を渡してやんよ。陰狼です。なんか、敵ながらかわいそうなルーキーの最後やな。こういった無線会話でのストーリー展開も、AC の魅力の一つ。ともかく仕事はこなしたんでお金ください。このゲーム基本クリア報酬でゲーム内マネーゲットして、ショップで新たなパーツ買って時期を強化して食って繰り返し。パーツはショップ購入だけでなく、トレーニングモードなんかをクリアすることでも入手可能。どうやらウォルターは顔が広いらしく、ベイラムの傭兵ともつながりがある模様。なんかわしがレッドガンって連中と合同作戦する話なってますね。今回破壊したダーフォンのテスター AC は、そのレッドガンに配備される予定だったらしい。いや、これ大丈夫ですか？わしめっちゃ怒られない？そこはビジネスですから、アーキバスでもベイラムでも、依頼が来れば引き受けるのが傭兵ってもんよ。ってことで今回はベイラム側からの依頼。ガンズ13了解。なかなかにノリがいい舞台だな、レッドガン。コテコテの軍人気質な雰囲気、嫌いじゃない？今回の依頼は621に人間性を取り戻させるために、ウォルターが旧友のミシガンに協力を仰いだ節があるな。飼い主ながら、強化人間のわしにどこか肩入れしてる感じあるな、ウォルター。その辺の関係性、謎多きウォルターの素性も気になるところ。さあ、
ズ13出撃。このアウェイな感じ、陰キャには応えるぜ。言うて器用のお抱え部隊なんで、それなりに実力もプライドもあっからな。ならば実戦でわしの価値をこいつらにも思い知らせるのみよ。今回はチャービみたいな武器をアセンしてみたけど、なかなかに悪くない使い心地。アセンとはアセンブルの略、AC の各種パーツを組み合わせるビルドのことっすね。ひえ、隊長に怒られた。こんなことより壁越えってなんすかね。イグアスの口ぶりからすると、かなり重要な任務っぽいっすけど。ベイラムグループで近々大きな作戦でもするんかねー。ともかく敵のエース AC も撃破で、ダム破壊作戦は順調。でしょ？わしやっぱ才能あっから。タンク乗りのボルタには認められたものの、イグアスには相変わらず毛嫌いされとんな。男のジェラシーはみっともないぜ。ってことで任務完了。恐縮です隊長。ベイラムのお抱え兵士になる日も近いな。新着メッセージ一件。調子に乗るなよ、乗らいぬ。またお前か。てめえなんぞ数合わせで呼ばれただけだ。俺たちレッドガンは壁越えを果たす。せいぜい指を加えて見ていろ。やけに壁越えにご執心な様子。それだけ重要な任務ってことなのか。で、その壁越え作戦への参加依頼がこっちにも回ってきたぜ。621、アーキバス本社から直々の依頼だ。企業たちが壁越えと呼んでいる作戦、その協力要請になる。どうやらベイラムじゃなく、アーキバスからのお誘いらしい。なんやこいつ、上から目線が鼻につく。戦線が拠点化した攻撃場の要衝、通称壁を攻略します。敵は多数の砲台と MT 部隊により防衛ラインを形成している。まずはそれを突破し壁上に到達しなさい。そこに配備された重装機動砲台ジャガーノートの撃破が依頼の達成条件です。こいつが今回のラスボスね。うせやろ？レッドガンのガチ炭酸死んどるやん。なるほど、壁越えってのはルビコン解放戦線の防衛拠点突破作戦のことやったんやな。ベイラム、アーキバスの両グループとも、ルビコンのコーラル採掘は喉からのドヌールスプレー出るほど喉からからやったかんな。ちょっと何言ってんのかわかんないっすね。わしのボケ拾うのがお前の仕事やぞ。ともかく壁下の制圧はあっさり済ませて、いよいよ壁上のジャガーノート戦に移動。
アーキバスの専属傭兵部隊、ベスパー。このベスパー4がどうやらそこのエースみたいっすね。無線の声からにじみ出るエースの風格。ぐぬぬイケメソの匂いがしやがるぜ。男のジェラシーはみっともないっすよ。わしメスまんじゅうなんで。ともかく先行してるベスパーのエースと、屋上で合流。わし有名人なんか？ウォルターを知ってるとは？これも巡り合わせだ。共に壁越えと行こうじゃないか。いいだろう。貴様の腕前をここで見学しとるぞラスティ。お前も戦うんだよ。ラスティの言う通り。ボスのジャガーノートは正面からの攻撃は一切効かないんで、背後や上空からいかに攻めるかが攻略の鍵。オッケー、ラスティがおとりになってくれてるんで、比較的簡単に背後取れるで楽勝やぞ。ははは、貴様もわしの実力にようやっと気づいたようだな。まあ2対1なら楽勝な相手っすよね。危ねえ、ジャガのミサイルやめろ。これはトヨタ製の動き。え？おいちょと待て、ラスティ話が違うぞ。ってことで敵の体力半分になったらタイマンバトルになります。急に難易度爆上がりしたんやが。これフロムゲーなんでね。だが相手の体力はすでに半分。あとは背後を取って格闘ぶち込むだけの簡単なお仕事。まさかの一発クリア尺も押してるんで正直助かし、死んでる。無理ゲーやなこれ。だがこっからがフロムゲー。今回は心の準備はできてるんで安心して死にゲーを満喫するぞ。 AC6 最高。ポジティブなヌーブ。ただこのゲーム、チェックポイントのボス戦からリスタートできるし、リスタート前にしっかりアセンもできるんで、ストレスなく何度でも死にゲーをお楽しみいただけます。本当にプレイヤーのストレスを考えてるならもうちょい難易度ぬるくしろ。簡単にクリアされたら悔しいじゃないですか。でいろいろと武装試した結果、メインウェポンはオーソドックスなバーストライフルがいっちゃん使いやすいと判断。こいつは威力もそこそこで、何より衝撃力が高めなんで、敵の足を止めやすいのが特徴。ジャガノもどうやら ACS ゲージが減りにくいって弱点があるんで、とにかくスタッガー状態にして、スタンした敵をボコるのが必勝パティーン。そのためには上空から背後を狙って、衝撃力の高いライフルを当てたり、隙を見て背中に格闘を当ててダメージと ACS ゲージをごっそり持ってくのが超有効。やっぱこれ格闘ゲーやな。単射程の武器は接敵するリスクがある分しっかり強い設計なんで、接近戦の駆け引きを重視してるシステムだと思う。スタッガー状態にした敵にラストソードフィニッシュチャンス到来。これはガンズ砲の分。ガニタンさんの仇は取ったぜ。ともかく壁越えはわしとベスパー部隊の活躍で無事成功。アーキバスのお偉いさんたちも、わしの活躍に感心しとる頃やろうな。金になる仕事もっと回してもろて。いやむしろボス戦の途中でベスパーのエースが別行動に駆り出されたのはタイミングが良すぎる。アーキバス社とベイラム社、どちらも依頼主と派営、企業の連中は信用ならんぞ。さらには謎を機械主、ウォルターの目的は何なのか。各勢力の個性的な登場人物とストーリーも、AC の魅力よね。ってことでまた次回。
一つ伝えておこう。壁越えでアーキバスは君を捨て駒にするつもりだった。独立傭兵には梅雨払いだけさせ、私たちベスパー部隊で制圧する計画だったのさ。だが壁は落ちた。上の連中も君の名を覚える気になるだろう。この私と同じようにね。